2年生の次は3年生だから。昔は一つ二つの違いなんてあってもなくても全然感じなかったのにね。あ、言えてるかなそれ。何が変わったとしてもいつまでも友達でいられたらいいね。恥ずかしくないよ。冬に外で食べるのもきついものがあるね。校庭を見下ろせるのは結構いい眺めだけど、眺めっていうと森園町って結構洒落た街並みしてるよね。だからかな、最近サンデーが脱走するんだよ。勝手に消えちゃダメでしょ。にゃにゃ。続くようだとね。そんなことしないよ。きっと街並みに見とれてるんじゃないかな。知恵袋的に言って首輪に名札でもつけといたら。サンデーは賢いし、そういう心配はしてないんだよね。まあ帰巣本能はあるかもな。何にしろこんな子猫が一匹で街中歩くのは危ないだろうけど。さてと、今日も楽しい楽しい図書委員の時間がやってまいりました。え、マジで？私は楽しいけどな。私のこと好きじゃない？それかちか子ちゃんか。あ、なるほど。焦ったぜ。青春は青い。努力は理屈じゃなくて勢いなんだよね。人がいない方がいいかなと思って。お前の方はどうだった？そうか。そうそううまくいかないのかもしれないぜ、マジって。どうも
そんな気がしてきた。昔が出てきただろ。やっぱな、どう考えてもただの薬じゃないとは思うんだけどな。注意？あ、いや、知らないけど。ただ金払って物を受け取っただけだけど。マジかよ。けどよく知ってるな。それ守らなかったらどうなるの？じゃあ死にはしないってことか。あ、お疲れ。あれ、どうかした？大丈夫？保健室で薬もらってきたら？しようよ。そう、うん、わかった。それじゃあね、バイバイ。キョウスケちゃん、一人なの？あー、曇っちゃってるね。通りさんと一緒じゃないんだ。なんか意外。さては、自覚してない？だって二人ってみんなからカップルって思われてるよ。うん、二人のことよく知らない人はね。通りさんが美人だからじゃないのかな。帰るの？じゃあ一緒に帰ろう。今度は私たちのことが知れ渡ったりしてね。それどういう意味？京介ちゃん、一昨日のことだけど。そう、とは思うけど、あのこと誰にも言ってないよね。はい、よかった。そりゃあね、だって後ろめたいし。だってそうじゃない？何かを変えたいなら普通だったら努力するしかないでしょ。けどマージを使えば
そんなの何にも関係ないもん。まあ、過去に戻れるなら卑怯者にでも何にでもなるけどね。京介ちゃんはやっぱ買えなかったの？高かったでしょ。月曜だって買い物とか言って、私は本当見るだけだったからね。あれ、でもだったら今日の昼休み変に昔のこと気にしてたのはなんで？それで使ってみたんだ。試供品みたいなもんか。京介ちゃん頭いいね。ここでバイバイだっけ？じゃあもうちょっと付き合ってくれない？座ろっか。うう、冷た。言うよね。私も微妙にそうかも。うん、寒がりだし。今もかなり寒い。この辺りの原住民は寒さに強いから。マーチのことなんだけど、何を？え、そうなの？全然知らないんだけど。そうなんだ。うん、それなら私はまだ大丈夫。マージってすごい鮮明な夢を見るんでしょ？普通に飲んだら普通にそんな夢出てきた？私の場合、そんな夢出てこなかった。だからひょっとして偽物だったりしたら死ぬなって思って。
ちょっとうまく説明できないかな。なんか変な感じで。京介ちゃん買えなかったんでしょ？それで千尋さんに連絡しようと思ったんですけど、番号がわからなくて、それで